どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら。西武 vs 東急箱根山事件です。箱根の観光の名物として黒卵があることは知っていたのですが、黒アイスという変わったソフトクリームがあると知って驚きましたね。さて今日は箱根観光をめぐって西武と東急が争った事件を紹介してみたいと思います。一体法律上、どのようなことが問題となったのか。この点を知っておくことは、皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。では、どんな事件だったのか見ていきましょう。箱根山観光で、西武と東急がいかに観光客を自社に引き込むかをめぐって壮絶な競争をしていました。東急系の箱根登山鉄道がバスの独占路線だった国道1号線上の小田原小涌谷間に、西武系の伊豆箱根鉄道がバスの乗り入れ免許の獲得に成功しました。これに対して従来伊豆箱根鉄道が独占していた私設の小涌谷小尻間の自動車専用道路に箱根鉄道側から乗り入れの申請が出されました。すると運輸省が仲介して相互に乗り入れるように勧告し、両者の間で乗り入れ協定が結ばれました。ところが箱根登山鉄道と伊豆箱根鉄道との争いがその後も続き、とうとう伊豆箱根鉄道が箱根登山鉄道に対して自動車専用道路への乗り入れ協定を廃棄し、自動車の運行禁止の仮処分を求めて提訴しました。伊豆箱根鉄道側は、小涌谷から早雲山を経て小尻にかけての自動車専用道路は、我が社が数十年の歳月と莫大な費用を投じて建設した私有の自動車道だ。観光客が増えたというのなら我が社のバスを増やせばいい。それにもかかわらず突然箱根登山鉄道が我が社の同意を得ずに定期バス事業の免許を申請して、運輸省の仲介で乗り入れ協定を結ばされたのだ。しかしその10条では、その有効期限は1年、期間満了前1ヶ月前までに当事者の一方から何らの意思表示をなさない時にはさらに1年継続すると書かれているので、この協定の廃棄を求めると主張しました。これに対して箱根登山鉄道側は、そもそも協定を結ぶ話し合いでその存続期間を決めたことはなく、また当事者の一方に解約権を留保したものではなかったはずだ。また協定廃棄の通告は一般旅客に多大な不便を与えるものなので、公共の福祉に反し、明らかに真偽誠実の原則に反し、権利乱用であり無効である、と主張しました。これらを受けて東京高等裁判所は、伊豆箱根鉄道は協定が1年更新であることを熟知していたものであると言わなければならない。そうすると協定第10条が民法93条正し書きによって無効であり、存続期間を無期限とする旨の暗黙の合意が成立していたとの箱根登山鉄道の主張は全て
採用することができない。かえって協定第10条はその文言通りの趣旨のものとして有効に成立したものと認めるのが相当である。そうすると協定廃棄の意思表示により消滅に帰したものと言うべきである。よって箱根登山鉄道の構想を棄却すると判決を下しました。今回のケースで裁判所は伊豆箱根鉄道と箱根登山鉄道との間で箱根早雲山自動車道の乗り入れに関して結ばれた協定についてその文言通り1年更新であるとして伊豆箱根鉄道からの協定廃棄を認めました。また一連の裁判で東急側が東大の刑法学者小野誠一郎らを集めて論陣を張ったのに対して西部側も東大の行政学者の田中二郎に鑑定を依頼していたことも注目されました。現在では昔の対立が嘘のように東急も西部も仲良く事業を展開して安心しましたね。以上エンタメフォワークでした。ではまた。